今回の味わい茅ヶ崎旬な情報は、茅ヶ崎で大切に育てられたスイートピーをお届けします。赤羽にあるこちや農園、こちらでは8種類のスイートピーをご家族で栽培しています。作業中にお話を聞かせてくれたのは、こちや忠信さん。葉っぱが重なると蒸れて傷んでしまうので、葉っぱを取ってます。熱心に作業するこちやさんに、スイートピーを長く楽しむコツを聞いてみました。そうですね、今の時期なら、寒いので、1ヶ月ぐらい持つと思います。それで、たくさん持たせる方法は、毎日水のチェックと、寒いところに置いてあげると、長持ちします。こちらのこちや農園では、茅ヶ崎でしか栽培していない珍しい品種のスイートピーも栽培しているそうです。これがサザンピース、茅ヶ崎限定です。こちらのサザンピーチは、茅ヶ崎市内の5軒の農家でしか栽培されていない品種。淡いピンクのグラデーションがとても美しいスイートピーです。さらに、まだ名前も決まっていない新しい品種や、神奈川県でしか栽培されていないものなど、珍しい品種のスイートピーが栽培されていました。スイートピーの花言葉は門出。新生活の始まるこれからの季節のプレゼントにはぴったりです。皆さんいかがですか？今日ご紹介したこちや農園は、3月1日から2日にテラスモール湘南で行われる湘南花の展覧会に出展します。この湘南花の展覧会では、生産者が栽培した切り花や鉢物の展示のほか、生産者による園芸教室など様々なイベントが開催されますので、お楽しみに。僕たちが一生懸命作ったスイートピー、皆さん楽しんでください。